この芝忠達の智謀見せてやろう。魏光の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬超らも倒し、北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ、再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び、天下への雄飛の機を探っていた。だが孫吾が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める覇蜀の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀三国鼎立の世が訪れた。花崗園将軍が撃たれただって？嘘だろ、あの花崗園将軍だぞ。曹操様の本隊の到着までは時間がかかる。このままじゃ俺たちは。あれほど戦意の高かった軍勢が花崗園殿が撃たれた途端崩壊したか。将軍一人でこの有様とは。これがもし曹操殿であったら。芝居、あざなは忠達。曹操に才を見出され、再三の出仕命令を受けて軍師となった。曹操は長老を討ち漢中を手に入れたが、蜀軍に攻められる。芝居は漢中の防衛を任された花崗園に従っていた。だが歴戦の猛将花崗園がまさかの討ち死に。魏軍の陣内は混乱を極めていた。皆さん落ち着くのです。浮き足立っては敵の思うつぼですよ。花崗園将軍に代わり私たちが指揮を取ります。残存部隊をまとめてください。将校様、各愛様。承知しました。ほう、これは。お見事、お二人の勝つで軍が落ち着きを取り戻した。おお、芝居殿、あなたはご無事であったか。なんとか兵の動揺は抑えられました。しかし厳しい状況に変わりはない。ここはぜひあなたの知恵もお貸し願いたい。何、知恵というほどの策はいるまい。曹操殿が漢中へ引き返してくるのであろう。ならば交代し防衛戦を引き直して耐えるのみよ。なるほど、ではすぐに軍を交代させましょう。漢中を取られたのはこちらの策の甘さゆえか、あるいは、いや、今は眼前の状況に専念するとしよう。
仕置きしてやろう。消え失せろ。失せろ。まさか花崗園将軍が撃たれるとは。まだ信じられぬ。あのお方が。これはまずいことになりましたな。劉備は全軍を引き連れて漢中に侵攻している。
縁を討ち取ったことで冠中を取れると確信したのだろう。おや、思ったより冷静でいらっしゃるようだ。花公園が命を落として用意してくれた状況だ。失敗はできぬ。このまま冠中に踏みとどまり、劉備軍を迎撃する。芝居、慶州に動きがあればすぐに知らせよ。承知しました。劉備は帝軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き、冠中を奪い返すぞ。今回の殿は張り詰めてるね。状況はまるで違うが、炎上を思い出すよ。